STS-51I はアメリカ航空宇宙局のスペースシャトルの20回目のミッションでありディスカバリーの6回目の飛行である。ミッションでは3つの通信衛星が軌道に投入された。1985年8月27日にケネディ宇宙センターから打ち上げられ7日後にエドワーズ空軍基地に着陸した。 ディスカバリーは1985年8月27日6時58分に打ち上げられた。これに先立つ8月24日と8月25日の2度の打ち上げの試みは、前者は悪天候のため、後者はバックアップの起動コンピュータの不具合による交換のために延期された。8月27日は嵐が近づいていたものの打ち上げは成功した。 STS-51I の5人の乗組員は、船長のジョー・イーグル、操縦手のリチャード・コベエ、ミッションスペシャリストのジェームズ・ファン・ホフテン、ジョン・ラウンジ、ウィリアム・フィッシャーであった。第1の目的は、3つの商業通信衛星の展開と、1985年4月に STS-51D のミッションで展開されたシンコム4-3衛星の回収と修理であった。 さらに、ディスカバリーのミッドデッキでは、材料処理実験フィジカル、ベーパートランスポートオーガニックソリッドエクスペリメントが行われた。3つの通信衛星は、オーストラリアのオーサット1号、アメリカ合衆国の衛星企業の ASC1 号、ヒューズエアクラフトが建設し、アメリカ国防総省に対応したシンコム4-4である、 大サット1号と ASC1 号は打ち上げ初日の8月27日、シンコム4-4はその2日後に展開された。3機とも計画通りの対地同期軌道に入り、運用された。ミッション5日目、フィッシャーとファン・ホフテンは、シンコム4-3の故障の修理を開始した。シャトルリモートマニピュレータシステムの関節部の不調で、修理は遅れ。 フィッシャーとファン・ホフテンの二度目の船外活動で衛星のコントロールレバーが修理され地上からのコマンドで再起動されて元の対地同期軌道に戻された。二度の船外活動は合計11時間27分に及んだ。ディスカバリーは1985年9月3日6時16分にエドワーズ空軍基地の第23滑走路に着陸した。 7日2時間18分42秒の飛行時間で地球を111周した。NASA はジェミニ計画の時から伝統的に宇宙飛行士のために音楽を流し始め、アポロ15号の時に乗組員を起こすために初めて音楽を用いた。それぞれの曲はしばしば宇宙飛行士の家族がしばしばそれぞれの乗組員にとって特別な意味のある曲か日々の活動に適した曲を、 選んだものである。ありがとうございます。